高校生の時に初めてダイエットをして、とにかく食べない、めちゃくちゃ痩せたんですけどリバウンドもしました。もう8年ぐらいはずっと体型のことを気にしてます。3、4ヶ月30キロとか落としたので、ちょっと摂食障害になっちゃって、お医者さん通って食べれるようになったんですけど、そしたら今度はどんどん食べ過ぎてリバウンドしてっていう感じになってしまって、食べないダイエットとかはやめたいなって思ったので、お医者さんの指導のもと正しいダイエットをしたいなと思って、医療ダイエットは終わりのあるダイエットですって言ってるのを見て、医療ダイエットを始めたいなと思ってきました。全身気になるんですけど、やっぱり特にお腹は痩せたいなって思います。すごい洋服が大好きで、痩せてた時に買ったものも多くて、今着れない服も多くなってしまって、太ってもそんなに支障がない服ばっかり選ぶようになっちゃって、着れなくなったお洋服をまた着れるようになりたいです。